はい、どうもこんにちは、スレヨシグです。今回はね、みんなのリクエストシリーズのナイチンゲール撮ってきました。まあ確かにね、キャラかっこいいし、派手だから来るのはわかる。ただね、こいつ大口に落ちたね。バーサス環境トップの、マキオン環境トップの、途中まで環境トップだったか。で、マキブも環境トップだったのに。どうしちゃったのお前。ってな感じで、まず、武装のね、変更点から。といったらまあ基本的にバーサスベースになったね。ファンネルが、2個ずつ射出の弾数3発だったのが、一斉射出になって弾数1発になったり。で、あとやっぱりね、目玉は、あれよ、ラインファンネル。うん。こいつがね、バーサスの見たことある人ならわかるんだけど、もうデカすぎの。発生早すぎの。で、ダウン追撃でマント剥がしたりととんでもない性能してたんですけど、見てください、これ。すぐ消える。あのね、バーサスめちゃくちゃ、長いんだよ、これ。残る時間が。なんだけどね、もう、なんか1秒ぐらいで消えちゃうし、で、なんか、ダメージもね、うーんって感じだし、弾速もうーんって感じだし、って感じなんだけど、まあ一応格闘チャージからメインで降りられるんだよ。はい、じゃあ格闘チャージ、あれなんかいたよねっていう。そう。サイコ動画がいたんすよ。どこ行っちゃったのお前。サイコ動画が消えちゃって、その代わりまあ格闘チャージメインこいつで降りてねっていう感じなんだけどね、あの性能が明らかにサイコ動画のとこ強かったんだよね。っていうのもね、あ、そうそう、こんな感じ、ラインファンネル。エクバツ、あ、エクバツじゃない、バーサスの。そう、今の比較してみ、ちょっと戻って、あの、隠さずのラインファンネルが、いわゆる、バーサスにあったラインファンネルと同じぐらいのデカさ。いやー、ちっちゃくなったね。うん。で、サイコ動画より弱い、ゆえんっていうのが、まあまずその性能自体もあるんだけどね、その、降りる時の挙動、降りていくとして使う時の性能だね。サイコ動画からメインでキャンセルするとき、あの、サイコ動画を呼び出すモーションをすべて最初からメインでキャンセルできるのに対し、この格闘チャージメインの場合は格闘チャージの弾を出すまでに少し時間かかるんだよ。あの、こうやって一回腕を振り切ってからメインでキャンセルしないといけないからっていうところで、ちょっと遅いんだよね。降りるのが。うん。まあ、前作の動画とかと見返してもらえればわかるんだけど、格闘チャージメインって、あの、アシストの硬直がほぼ一切ないんだよ。に対して、こいつは、なんで腕振っちゃうかなって感じだよね。はい、てな感じですね。さあ、試合終盤、まあ、変更点こんな感じ。で、一回メインで攻め消してから、ポンポンポンと。ちなみに S 角と M 角どっちが強いかなんだけど、あの、前作の修正でさ、S 覚醒、てかまあ覚醒の連動ファンネルが弱くなったじゃん。っていうのも相まって、なんだかんだ M 覚醒推しかな、俺。ってな感じでさ、2試合目実況していきましょう。はい、続いて2試合目が、お相手が、クシとクシャですね。はい、グリとグラみてえだな。あ、もうダメだ。深夜テンションで頭おかしくなってる。まあいいや。まあ散々ね、ラインファンネル、微妙って言っといてあれなんだけど、まあそこまで言うほど弱いわけじゃないというか、単純に前作のね、サイコ動画がね、優秀すぎた。うん、あいつはいいやつだったよ。まあ重厚だね。今見てもらえればわかる通り、普通にブーストで避けられちゃうのかな、あの距離で。あ、こういう武装って結構ね、近距離は相手の横ぶかれたりするのが、普通なんだけど、普通っつうかあれだけど、まあ強武装としてのあれなんだけどね。ちょっとなーっていうところあるよね。うん。降りてくとしても前作の方が強いし、弾幕形成としても前作の方が強いしって感じで、ちょっと弱いかなという印象。前作に比べてね。まあ、ただ強いなって思ったのが、射撃バリア持ち相手が、こいつ回答権が下角のシールドミサイルしかなかったんですけど、まあそこがね、このラインファンネルが、まあ貫通するんだよね。射撃ガード。貫通っていうかあれかな？うん。なんか普通に射撃バリアピュンって抜けるんだよね。だからまあそういう面では便利だなと思うんだけどね。うん。まあ、中距離は役立たねえかなという印象ありますね。はい、てな感じです。さあ、試合終盤、クシをうまいこと、覚醒で取っていきたい。さあ、クシが抜け隠して、ここは冷静にメインで取るも、ちょっと段違い。回復しなかったか。今のレバー特殊はめっちゃうめえじゃん、俺とか思ったら当たんなかったんだよな、これ。さあ、ファンネル射出。これね、一斉ファンネルになった、一斉射出になったの普通に強いね。うん。まあでも、メリット、デメリットがやっぱりあるね。まあそこは3試合目の最初の方で語ろうかってところで試合終了。はい、ってことで3試合目行っていきましょう。キャラはかっこいいんだよな、ほんとね。
はい、続いて3試合目、お相手がメッサとビダールですね。で、そう、さっき言ったファンネルのメリット、デメリットなんだけど、まあ、前作のファンネルは、ダンス3つだったじゃん。あれのいいところっつうのはね、まあ、要は、相手両方に1個2個っていう、ダンス分けで巻くことができる。これはまあ単純に、見てない方にもブーストを使わせることができる。で、まあこのメリットは単純にその疑似タイムになってる時に相方の補助だね。うん。だから割と便利だったんだよねってのはあるけど、今作はそれができない。ただ今作のメリットなんだけど、あれよ。近距離で巻きやすくなったっていうのもさ、前作のファンネルって射出するとき一斉射出するならさ、ピュンピュンピュンってさちょっと時間かかるじゃん。だからあのブーストでそのキャンセルするまでに少し間が空くんだよねっていうところで隙ができちゃうから近距離がねファンネル3つ巻きにくかったんだけど、まあ、今作それしなくていいっていう面ではだいぶ便利だね。うん。まあコーツつけがたいって感じだよね。この前なんだっけな、あのこの前ねコメントでね一長一短って言って、いやそれコーツつけがたいだろうって言って、あそれだってなったんだよね。コメントしてきありがとうございます。相手ところで覚醒ミスして、ここの N 角は本当になんか瞬発的に出たね。瞬発的ブッパーこれやばくない？なんかね多分今ちょっと細かく説明すると、まあ単純に、コンボ中にビダールがそのダインスレイブをヤクト動画に刺そうとして、それを俺がレバ特写で、ヤクト動画にぶつけて、ヤクト動画ダウンチマックスになって、そのまま俺にダインスレイブが貫通してきたっていう悲劇だね、いわゆる。簡単に言うなら。はい、ってところでさ、覚醒タイミング吐けるかな。さビダール来てて、うえ吐けよお前。さあもう全角溜まりそうだけど、まあもうこれ保険として全角溜めとくかって感じだね。さあ相方のヤクト動画暴れてくれてるんで、ここは一回下がりましょう。ヤクト動画やっぱ無視辛いんで、こういう場面で減っちゃうとやばいと思ったら減ってんじゃんお前。やべえこれ。さあ覚醒入ってさあビダロっていきたい。さあ M 覚醒で距離詰めてから一気に前ブーで、もうやべえ。あのさ、ちょっと待って、言い訳させて。あのさ、バーサスの覚醒技クッソ強いの知ってる？みんな。バーサスの覚醒技クッソ強いの。で、このキャラバーサスベースじゃん。で、覚醒技も強いんだなっていう、強いんじゃねっていうクソ理論です。はい、すいませんでした。はい、で、ラストがお相手がギスリーと百式ですね。はい。で、まあ、この動画を見てもらえるわからんだけど、あナイチンすこぶる下手くそなんだよね、俺。キャラリクね、すごい嬉しいんだけど、やっぱり俺、その、何でも乗れる系のプレイヤーじゃないんだよね、ミネネとかと違って。だから、やっぱり、ちょっとね、そういう面で、だらしない視点が続くこともあったりとか、乗れなさすぎてネタに走ったりとか、ダブルゼータ、ダブルゼータじゃない、フルアメリコみたいに第1台に乗れねえか、どれじゃ第3で乗るわっていう視点があるかもしんないけど、ちょっと許してほしい。うん、ただキャラリクは拾っていきたいっていうね、このジレンマね。いや、もっとね、PS 高ければね、いいんだけど、何でも乗れていいんだけどねっていう。ピョンカクに頼った末路だね。さあ、ここはだらしない被弾が続いて、射撃戦でだいぶ振り付けられてる。そこ一回メイン当ててから、不器用な離弾降りていくをしようとしたね、今ね。さあ、ここはメインから N 角、B、D 角が届いてね。何やってんの、お前。あ、覚醒ね。うん。さあ、嘘でしょ。なんでこれ取ってきたの、お前。まあ、いいや。実況するか。お前が見せたかった試合見してみろ、過去の俺。さあ、S 角で被弾して、さあ、ここ縦挟んで防御性入れて、さあ、相方が介護してくれて、さあ、メインでダウンして、これ、置き詰め怖えぞ。さあ、ラインファンネルでしょ、近距離当たんないが、メイン特角でしっかり近距離、殺してと。さあ、百式追っていきたい。さあ、相方が吐いてくれ、溜まるかと思ったら、これはギリギリ溜まってない。ちなみに、今のレバ特殊は地味に狙いました。うん、メガリ賞。さあ、ギスに追われてちょっと辛いが、あのね、トーラスとのね、あれなんだよね、クロスでね、攻められるとマジきついね。前作もね、お前、てか、こいつだよ、俺の格闘チャージ取ったやつ。返せよ、お前、俺のアシストと言わんばかりに、覚醒で距離を詰めていく感じですけど。さあ、ここ、ゼータを破壊してからうまいこと着地して、いいですね。いいですね。いいですが、それやばくない？あ、OK。着地は取れず。でもなんか見えてたんでしょうね、今。しょうがない。いやー、まさかのね、最高動画、トーラスに生まれ変わってたからね。最悪だね。俺のラインファンネルあげるよ、ぎっすり。
さあここに段降りてくれ。かわしてつ、今のゼータは気づかないよ、見てないもん。さあ結構やばい状況で、いつも通り役と動画が無視される展開。ああ終わるかなこれは、やばいねこれね。どうしようか、これどうすんのレオシクさん、これどうすんのレオシクさん、無理じゃねえかお前。相手な感じのちょっとね内陣のね、まあきつい現実というものを最後の試合でお見せできればねよかったかなという。なんで取ってきたんだろうね過去の俺、聞きたいっすわ。相手な感じの内陣戦でした。サインに行きましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか、内陣ゲール戦。はい、最後の試合はねもう完全にサイコ動画がトーラスにね生まれ変わってなんかね裏切られた気分になりましたけど。はい、いやー、まあ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 、単純に俺が下手くそってのもあるんだろうな、これに関しては。うん。もうちょいね、うまく動ける視点取れればよかったんですけど、まあお会いに行く、私、ピョンカクにね、頼ってきた人間なので。いやー、きつかった。もう少しキャラ強ければなってのはあるんだけどね。うん。バーサスツアーめちゃくちゃ強くてさ、もう格闘チャージとかファンネル、ラインファンネル追加されたって聞いたとき、あ、内陣環境来るねとか、うん、その、まあシリーズ始まる前、マキオン時代の、まあその、先行プレイとかでさ、情報を集めてたときに思ったんだけど、まあ蓋を開けてみればこれよ。なんかそういうキャラ多いよね。あ、まあ、排入とかもそうだし、内陣もそうだし、なんか、これ追加されたのとか、こんなんついたのみたいな。じゃあ最強じゃんって思ってても実際やってみるとそんな強くないっていう。難しいよね。うん。まあ、こういうキャラもそのうち修正来るでしょう。まあ今作のバンナムはちゃんとしてあげてくれるバンナムなんで。うん。てかそう思うと前作のバンナム全然してあげてくれなかったよな。はい、まあ今作の運営に期待しましょう、このキャラは。はい、てな感じでした。ご視聴ありがとうございました。次回の動画は、何がいい？ちょっとコメントに書いて。俺の試作信号機視点か、覚醒の色が変わる変わりする試作信号機視点か、ゼノン視点か、あとなんだっけ、あ、アジマのケレリムとかもいるわ。まあそこら辺もろもろ、なんかね、コメントで書いてもらえば。つか、まあそもそもエンディングまで見てる人いないか、この動画。いないよね、エンディングまで見てる人いる？いないよね。はい、てな感じでした。一人ごとです。ご視聴ありがとうございました。次回の動画はまた見てね。バイバイ。